ミスタータローズショータイム。北東京新聞の望月です。はい、おはようございます。大臣、内閣府タスクフォースの一部資料に中国企業のロゴが透けていたという件がありましたが、その件についてこれまでに分かっていることを教えてください。まずいろいろと探しをして大変申し訳なく思っております。財団の主催のシンポジウムに登壇をされた中国の参加者から引用したスライドが原因で、こうしたロゴが入るということになったということは聞いておりますが、自然エネルギー財団とこの中国の特定の企業の間にどんなつながりがあったのかというところは今しっかり調査を始めているところでございます。今後はそうした事実関係を調べた上で対処方針を決めていきたいというふうに思っております。私からは以上です。配布された資料に中国企業のロゴが透けていたということですが、なんか大臣のワイシャツも透けてませんか、それ。はい、いや、なんかワイシャツの下からもロゴみたいのがちょっと透けちゃってるように見えるんですけど。あ、すいません、今日無地のインナーがね、全部洗濯しちゃってなかったもんですからね、仕方なくその辺にあった T シャツを着ちゃったんですが、透けてます、すいません。ちなみにそれはどんなロゴが入った T シャツなんでしょうか。なんだっけな、ちょっと待って、見たいですか、ちょっと待ってくださいね。よいしょよいしょ。あ、水原さんで話題になった球団の T シャツ着てきちゃった。お騒がさしてん時になんか騒ぎになった球団の T シャツ着ちゃって、申し訳ありません、重ね重ね。それと大臣、はい、なんか後ろのガラス戸に人影がちょっと透けて見えるような気がするんですけど。後ろ？後ろです。あ、ちょっとごめんなさい、今嫁さんが帰ってきちゃったみたいで。あ、お帰り。ね、ちょっと今リモートで大臣記者会見やってるから、そこにいられると透けて見えちゃって、ちょっとこっち気になっちゃうし、若干気味悪いから、できればそこをどいといていただきたい、申し訳ありません。すいません、ちょっとお許し点を。やめれ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 。じゃあ気を取り直して質問を続けさせていただきます。はい、よろしくお願いをいたします。二階元幹事長が次の衆院選に出馬されない旨を表明されましたが、これまで政治資金問題について説明責任を果たされていないように思います。このことについて大臣の見解をお願いいたします。それは最終的にご本人がお決めになることなんだろうと思います。今私は大臣としてこの会見に臨んでおりますから、そういった質問は所管外でございます。清和会幹部のキックバック問題をめぐる処分とその真相について大臣のお考えをお聞かせください。それは最終的に自民党総裁がお決めになることですので、所管外でございます。そういった所管外の質問ばっかりされるようでしたらね、今日の会見はこれで以上とさせていただきたいと思いますが。大臣、立憲民主党が自然エネルギー財団の大林美香との対談記事を突如削除してしまいました。何かあったんでしょうか。所管外です。水原一平さんについて一言いただけますでしょうか。それ思いっきり所管外です。ロッキード事件について知ってることあったら教えてください。いつの話してんの、所管外です。結局松本人志さんは黒なんでしょうか白なんでしょうか。知りませんよ、所管外。もういいですかね。不思議発見が終わったのも自民党のせいじゃないですか。はい、次の質問どうぞ。あれ大臣、なんか今度は大臣が透けていってませんか。答えてください。所管外です。大臣、透けすぎてどんどん見えなくなってますよ。大臣、答えてください。所管外です。関口博士がサンデーモーニング辞めるのもどうせ自民党の圧力なんでしょう。こちらはプラス81チャンネルです。チャンネル登録、高評価、それから心温まるコメントよろしくお願いをしたいと思います。私からは以上です。